どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。今回はですね、サイコを最初に肉屋と崇拝者をね、2セットですねやって、その後にサバイバーを全キャラやっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。まあ毎度言ってるんですけどね、そろそろね、サイコ2キャラだけだと物足りないですよね。このアイコンのある2キャラ早くやりたいところですけどね、一体どうなってることやらといった感じですね。ではまず行きましょうか。肉屋からですね。ただ最近はですね、本当にサバイバー側のね、ジェネレーターつける速度が本当に尋常じゃないぐらい速いので、まあ、かなり厳しいんですよね。ジェネレーター蹴れる、2台蹴れる肉屋ですらきつい、そんな感じですね。でお相手はジャック2人とリナ・マーカス。なんか下の方で足音が聞こえると思ったら足跡ありましたね。これは誰だ、まあ、ジャックでもマーカスでもどっちでもいいや。早めに仕留めたいところ。なんか右上にもいましたね。ジャックが2人いるぞ。1人にダメージを与えつつ、もう1人にワンパンを入れていく。そしてこの強ポジの扉をね、いきなり破壊できたのはでかいです。ただ負傷したジャックはどっち行ったんでしょうね。これ救助に向かっててくれれば助かるんですが、あれいないな。なんか物音がするぞ。あ、いましたね。ジェネレーター蹴り入れて、ここで扉に入る前に追撃、一緒に入りましたね。まあ、これは結果オーライで、ここの鉄の扉も破壊しておきましょう。ここは本当にね、ここの建物の2枚は本当に厄介なので、早めに壊しておいてよかったですね。ただジェネレーターが2台つけられる。まずは木の扉を破壊しつつ、あとこっち側の木の扉も蹴っときましょうか。なんか近くで足音聞こえると思ったら救助入りましたね。ん、どこにいるんだ。これジャック、あ、リナいましたね。ジャックがもうほぼ同じ速さで走ってましたね。さすがジャック、負傷しても足が速い。さあリナを追っていきましょう。まずは一撃、これでね、痕跡が表示されるようになるんでね、かなり楽になりました。そしてマーカスはどこかでジェネレーターを触ってるみたいですね。残り2台になりました。これは3人牢屋に入ってるんで、救助を阻止したいところではあるんですけどね、近くのジェネレーターを蹴って破壊しておきましょう。そしてここの鉄の扉も破壊と。ん？ジェネレーター回してますね。どこやってるんだろう。ここも動いてる音するんで、このジェネレーター破壊しておきましょう。なるべくね、牢屋の近くのジェネレーターを破壊しておきたいところ。そして救助入りましたね。1人が死亡して、上にマーカスは逃げていく。ただリナはどこに行ったのかな。リナは下ですね。リナをね、逃すと一瞬で救助されてしまうんでね。ただ味方はみんな死んでいる。味方じゃないね、うん、サバイバー側は死んでいると。ジャック2人は死亡済みですね。そしてマーカスにナイフ1本投げて、追撃を入れる。今回はミスらなかったですね。ではリナを探しましょう。どこだ。そんなに遠くへは行ってないと思うんですけどね。ここら辺でジェネレーター触ってるんじゃないかな。ん、ガチャリ、ここか。足音がこっちかな。あ、いましたね。
りあえず全キルですね。結構余裕なような展開に見えてもね、ジェネレーターつけられるのが本当に早いですね。では次、崇拝者ですね。いきましょう。相手の組み合わせによっては本当にね、初動ミスっただけでゲームがね、通電まで持っていかれてしまうので、仮面より最近はコンパスの方がいいんじゃないかなと思えてきましたね。ただね、崇拝者は扉を破壊するのがね、本当に苦手なんで、パワーがないんでね、なんで仮面か、まあ、こういうね、扉が多いマップ。早っ、もう着いたんですか。扉が多いマップ、バンカーみたいなところだとね、ちょっときついんですよね。で、上でゲイリーが叫んでましたね。扉を結構破壊できたので、あ、ここをつけた感じですか。さて、どこ行った。コンパス使いますか。足音が近くで聞こえる。さらに叫んでくれてますね。ゲイリーを最初に仕留められれば理想なんですけどね、なかなか追いつけないんですけど。これ誰だ。え、ジャック。あれ、ゲイリーを追ってたと思ったら、気づいたらジャックになっていたと。しかもマーカスもいますね。まずジャックをとりあえず一撃入れて、え、なんか二人同時に叫んだような気がしましたね。声が同時に聞こえたような感じがするんですが、あ、ゲイリーいましたね。ようやく見つけたぞ。え、こっちに逃げてったのかな。あれ、なんでマーカスなの。ゲイリーどこ行った。ここ蹴り入れておきましょう。あ、まさかのゲイリーは下の扉の内側にそのままいて救助行った感じですか。やられましたね。足跡に釣られましたね。なんか鉄の扉を開けてる音が聞こえるんで、下側にいそうですね。でもジェネレーター残り2つまで持っていかれる。1つ、まずいぞこれ。ゲイリー追いたいところなんですけど、ここの扉じゃない、ジェネレーター蹴っときましょう。そして怒りの効果があるうちに鉄の扉も破壊。ゲイリー追っていきましょう。え、右側、あれ、ゲイリーこっち行ったんじゃないの。この矢印はゲイリーだったっぽいですね。で、ジェネレーター蹴りたかったところなんですけど、とりあえずゲイリーを見つけて一発殴っていく。そして追撃。これで牢屋にぶち込んで下の方で爆発してましたよね。ただもうそこはつけられてもしょうがないので、ジェネレーターこっち側の蹴っときましょう。そしてつけられましたね。下で叫んでいる。では回り込んで迎撃しましょう。ここ破壊しておきたいですね。ここほんと強いんで。ん？どこ行った。そして救助には来れず、残るはマーカスのみ。あ、足音が聞こえますね。つけられる寸前でした。危なかった。で、こっち行ってそのまま右に行く。姿を目視して、あー、ミスる、痛いな。このね、ミスの時のタイムロスが痛いですよね。え、なんで下行った。で、加速の状態でも見えてるんで、これはどうしようもないですね。
奥屋に戻ってやっていきます。お相手はジャックにマーカス、そしてメアリーときてゲイリーですね。マップは村です。開幕の音を聞いていきましょう。うん、何も聞こえない。いや、左側でなんか音が聞こえましたね。ん？上か？いや、下で爆発しましたね。ぐだってる間に一つつけられる。早いですね。足音聞こえたんですけどね。ただここやりかけでしたね。てっきりここがつけられたのかと思ったんですけど、そうではなかった。で、マーカスが見えたんでハープン投げようとしたんですけど間に合わなかったですね。ん？なんか下でうろうろしてんな。そしてメアリーにワンパンを入れつつ、もうハープーン投げましょう。で、開幕ぐだってたせいでですね、早くも2台目がつけられて、3台目早いな。これ救助されたらまずいですね。されましたね。そしてメアリーが痕跡が残らない状態で動き回る。これは厄介なんで早めに仕留めたいところ。あ、ちょうどいましたね。これは助かりました。ただジェネレーターが残り2台になっている。かなりまずいですね。ジェネレーター蹴らないとそのままゲームが、あ、間違えてコンパス使っちゃいました。やらかした。まずいまずい。追いたいところなんですけど、あれ、こっちじゃないし、下かい。ちょっと蹴れないんだけど、なんとか2台に戻す。一旦牢屋に戻りましょう。ちょっと触ってますね。で、扉を開けて内側から来ようとするところを逆に回り込んで、で、この扉全部破壊しておきましょう。外か。これ蹴っときましょう。これで再度残り2台に戻しました。いやー、ゲイリーを野放しにしてるのが本当に痛いですね。ここつけられてるな。コンパス使いましょう。で、救助に来ていて、これは誰だ。ジャックでしたね。まずいぞこれ。ゲイリーを野放しにしてるとあっという間にジェネレーターつけられてしまいます。下かな。合ってましたね。そして牢屋にぶち込み、一旦戻りましょう。ここね、ゲートが3箇所あるんで、あ、ちょうど救助に来てましたね。3箇所あるんでね、そのまま通路まで持っていかれてたら危ないところでした。ただゲイリーは足が遅いので、まずはマーカスを狙っていきます。しかも足が遅い上にね、食らうとよく叫ぶんですよね。これで追撃で終了ですね。まあ理想ではゲイリーをね、最初に仕留めたかったところだったんですけどね、全然見つからなかったですね。では崇拝者やっていきましょう。なんかマーカス率高くないですか。マーカス2人ですね。そしてリナ、いや、嫌なコンビだ。リナ2人にマーカス2人。ただマップは人員ですね。最高的にはありがたい。ん、なんかこっち側で音聞こえるぞ。
上に逃げている。これリナでしょ。あ、違う、足跡があるんで、いや私はリナを最初に狙う。そして運よくワンパンが入りましたね。素晴らしい。これは足跡が見えたらマーカス、そして足音だけしか聞こえなかったらリナといった感じですね。あー、一緒に扉の中入ろうとしたらギリギリ閉められましたね。そして早くも2台目がつけられる。これは救助させないで捕まえたかったんですけどね、救助されちゃいました。でマーカスを牢屋行きにさせ、ガチャリと聞こえたんで、あれ殴ってるモーション途中に開けられて硬直時間で時間が稼がれる。今のうまいですね。でポーションがないんでね、かなり時間かかるんですけど破壊しておきましょう。そしてリナが死亡しましたね。マーカスが救助されて、どっちだ、なんか足音が上で聞こえたんですけど、救助に来た人はそっちに行ったんでしょうか。さらに右上で爆発、再度牢屋にぶち込み、ここかな、あ、やってましたね。あとミリでつけられるところだったんですけど、リナをまず探したいところですね。マーカスは足跡がね見えるんでまだなんとかなるんですよね。なんか近くで足音聞こえるんですけどね。ここ蹴っときますか。これで残り4台になりましたね。なんか物音は聞こえるんだけどな。ここは触ってないですね。扉を破壊 しながらね索敵しましょう。ここも手つかず、あれここも触られてないですね。でガチャリと聞こえたんでここかな、この小部屋ですよね。あ、いましたね。マーカスを見つけてまずは一撃で、下の鉄の扉開ける音が聞こえたんで、あれこれやってますね。リナじゃないですか。2人ともここにいた。で2人で同時に叫んだんで矢印がねわけわかんないことになってましたね。どこだリナ。スコッツ歩いてるんでここかな。あ、いましたね。なんか左側でも足音聞こえるんですけど、左がマーカスかな。そしてリナに追撃を入れて、先ほど聞こえたね左側から聞こえた足音を追っていきましょう。ん？あ、いましたね。ミスる。ようやく当たって終了ですね。ではサバイバー側やっていきましょう。まずはアイテムを回収し、ジャックから順番に行きますか。ではジャックから行きます。あとマーカス多いですね。そしてフィルとジャック、お相手は肉屋でマップはバンカーですね。さあ行きましょう。な
かなか微妙な位置からスタートですね。ただかなり近くにいますね。怖いんですけど、2人で修理すれば、なんで爆発するかな。開幕爆発で場所を教えていく。ただ来る前につけることはできそうです。うわアイテム使う暇もなく殴られましたね。相打ちになるかと思ってちょっと躊躇しちゃいました。で2台目つきましたね。リナが食らっている。これまずいですよ。3台目もついていく。誰か助けて。これかなり近くで、リナの近くでリナがやられる。そしておじいちゃんが4台目に取り掛かっている。最後かなり近くにいるぞ。ありがとう助けてくれて。アイテムを使いこっそりと救助。でまずは自己回復。マーカスが時間稼いでくれてるみたいですね。そのマーカスも一発食らっている。とりあえず回復完了。とりあえずジェネレーター回しましょう。そっちかい。こんにちはしちゃいましたね。扉はここは2枚とも生きている。ジェネレーターはここはあとミリ単位ですね。なんでこんなところで放置、寸止めですかね。ゲームが違いますね。で残り一つで、ここ誰かやってますね。リナですね。直せとずっと没写化してますね。まず通電が先だ。うわ直さないんなら叫ぶよみたいな感じですね。分かったよ直すよ。いやおじいちゃん食らってこっちに走ってくるし、やめて、ほんとやめて。ほら行くんだ。かなり近くにいますね。どこから来る。これおじいちゃん追撃に行ったかな。ですよね。今のうちに救助しちゃいましょう。でリナを追ってる感じでしょうかね。2人とも食らってリナを再度救出。おじいちゃんどうなったんでしょうね。もう開いてるし。で動き止めてる間にみんな脱出確認して出ましょう。割と危なかったですね。では次メアリーですね。お相手は再び肉屋ですね。味方はジャックとリナとゲイリー。珍しくマーカスがいないです。マップは引き続きバンカーですね。このキャラねよく叫ぶからね非常に苦手なんですよね。ジェネレーター修理が遅いってのもあるんですけど、さてジェネレーターを探しましょう。ここやりますか。ツールキットを使ってやっていきます。ただ心音がねドクンドクンなってるのが気になるところですね。爆発していく。そうこうやって場所を教えてね修理が完了する前になんで叫ぶかな。おかしいでしょ。そして来られてですね、修理が間に合わなくてゲージをゼロに落とされるっていうのを、ね、割とよく繰り返しているんです。でたまらず指輪を使って回避していく。この鉄の扉破壊されてますね。そしてゲイリーはすでにどっかに逃げてます。ここを引き継いで2台目がつきましたね。ここにもある。ただここを直しちゃうとマップの左側に来なくてよくなるんでちょっと困るんですけどね。
これつけてる間に1台ついてくれると助かるんですが。いや、どっかでジェネレーター触ってるはず。あら、そのままついちゃいましたね。なぜ叫ぶ。ちょうど来てるし逃げ切れないので懐中電灯投げつけて、なんとか扉まで、扉ないし、これで残り1つになりましたね。ただ私追われるのは非常にまずいぞ。アイテムのクールタイムがまだ完了してないん で近くでリナが叫んでます。強ポジの鉄の扉は破壊済みと。これこっち来るんじゃないか。そして通電まで行きましたね。あ、もう誰かゲート開けてますね。協力してゲートオープン。横の扉も生きてますね。リナは脱出済み。あ、2人とも脱出なんで出ましょう。割と危なかったんですけどね、なんとかなりました。次ですね、ゲイリーですね、行きましょう。お、肉屋連続から崇拝者に変わりましたね。そしてジャック2人とリナです。まあね、ゲイリーの時はね、よく崇拝者に当たるんですよね。一番足の遅いサバイバーと足の速いサイコというね、組み合わせ的にもかなり相性が悪いですけど、まだねマップがバンカーなんで扉が多いんでね、速攻勝負でやれば何とかなります。速いですね。一つ目がついていく。かなりサイコが近くにいるのが気になるところですけど、どこにいるんだこれ。場所は分からなかったんですけどね。2台目がつきました。ここやっちゃいましょう。あれ、心音が消えましたね。言ってるそばから緩やかになり始めて、さらに叫んでいく。いや、ちょっとこれ連れてきてないか。やめてよ。ジャック軍団、なんてことをしてくれるんだ。どこにいるんだ。ただジェネレーター蹴られた音はしてなかったんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。大丈夫ですね。そしてほぼ2台同時についた形で残り1台になりましたね。さて残り1台どこにあるんでしょうかね。なんかかなり近くにいる感じですけど。あ、ここやってたのか。いや近い、めちゃくちゃ近い。どっち追ってるんでしょうね。あ、通電してくれましたね、助かりました。さてここはゲートが上下にしかないので、どっち行きましょうかね。なるべくみんなと同じ方向で、みんなで重なって開ければね、開けるの早いんで。あれ、2人脱出済みですね。もう開けたの？早くないかい。そしてゲート横の扉が蹴られてますね。うん、なんで叫ぶかな。このタイミングで叫んじゃダメでしょ。あれ、ただいないっすね。ジャック追ってった感じでしょうか。まあできればね、全員が脱出してから脱出した方が報酬も美味しいんでね、ギリギリまで引きつけたいところではあるんですけどね。ただいきなり来られてハープン投げられたら終了してしまうんで、そこら辺は気をつけないといけないんですけど。ジャックどこにいるんだ。
近くで足音聞こえるんですけど、これジャックの足音じゃなくて崇拝者でしたね。なんか来そうもないし出そうもないんで出ちゃいましょうか。たまにどっかでハマってることあるんですよ。なんでね、あまりにも遅い場合はもう出ることをお勧めします。それで死んだら元も子もないんでね。では次リナですね、行きましょう。マップバンカーですね。バンカー縛りか。そして肉屋に代わってリナ2人とマーカスとゲイリーですね。ツールキット使って直していきましょう。ただ心音がね割と大きめになっているんで、外周から回ってこられるとねかなりきつい感じなんですけど、どうでしょうね。あー外周から来てるし、あ、私は許された。もう一人のリーダーを追っていく感じですね。ならば今のうちに1台でも多くジェネレーターを回そうと思って先に食らってますね。開幕ワンパンの効果でワンパン食らってます。そして2台目がついていく。でこのメンツ的にですね、1秒で救助できるリナのね、私が行った方がいいと思うんで、なるべく見つからないように救助に向かいたいところではあるんですけどね。なんで叫ぶかな、言ってるそばから叫んでいく。ちょっと待って、2連続叫びはダメだって。でゲイリーにジェネレーターを任しつつ、ゲージがね半分いく前に救助したいところ。間に合いますね、余裕で間に合いました。え、こんなところで回復しろと。なんか叫んでますね。戻ってくる前になんとか回復完了。マーカスが見つかるですよね。一応ねこの二人は足跡残らないんで。あー爆発していく。痕跡消してるのに台無しにしてね、台無しにしていく。そしてこっちに逃げてくる。なんてことをしてくれるんだお前は。そしてまたもやワンパンを食らいましたね。なんかこっち来てないかい。タイミングで救助に行かないと間に合わないぞ。また同じとこ入ってますね。なんとか逃げるんだ。あとは味方が2人でねジェネレーター回してたんで、もうゲート前待機でいいんじゃないですかね。さあつけていいぞ。いや怖い。ナイス通電。早速開けていきましょう。で誰かが見つかってアイテムを投げつけている。やばい、どうしようこれ。ここ扉がなかったら終わる。ゲート横の扉が蹴られる。指輪のクールタイムが終わるまではなかなか厳しい感じではあるんですけど、どうやらマップの上側が開いてるそうなんで、開いてるみたいなんでね、こっち側逃げましょうか。はい、開いてますね、出ましょう。1万3000入りましたね、なかなか美味しい。では次マーカスですね、行きましょう。
ゲイリー、ジャック、マーカス、メアリーと、そして肉屋ですね。マップはバンカー連続から変わって寺院ですね。なかなか村が来ませんね。そして右側のね、大きな建物からスタートです。いや、かなり近いですね。いや、怖いな。かなり心音がでかい感じですけど、離れていく。今のうちにつけちゃいましょう。まずは一つ目。また心音ドクンドクンなってますね。なんか来そうな感じですね、この鳴り方。上の木の扉でしょうか。破壊してる音が聞こえますね。ただこっちはバレてないっぽいです。2台目がついていく。そして3台目。あっという間に残り2台ですね。そしてアンパン食らって、メアリーが牢屋行き。これはツールキットの効果時間中にもう1台回しちゃいましょう。あと少し。これで残り一つ。あとはゲイリーが回してくれるはず。誰かがアイテム投げつけてますね。2回連続で投げつけている。2人見つかった感じでしょうか。で、メアリーが自力回復していて、なんか何もないところで引っかかりましたね。どこにいるの。あれ、外側回ってきて、あ、強ポジのゲート横の鉄の扉が破壊される。ゲイリーつけてくれ。残り一つがなかなかつきません。ジャックが食らってて、右側でメアリーが叫んでいる。近くでジェネレーター動かしてる音が。そして通電まで行きましたね。ジャックが追撃食らって、まずはゲートを開けましょう。これでゲートが開きました。ゲイリーも食らってますね。叫びながらメアリーが脱出していく。なんてやつだ。そしてゲイリーも2発目を食らう。まずはジャックを救助したいところ。そしてジャックを逃がし、残るはゲイリー。ゲイリーは右まで逃げるのは無理なんじゃないかな、これ。そしてスタンをさして時間を稼いでいく。で、まあ露骨な釣りですけど、通知を送ってって、ゲイリーを追わないようにしたいところではあるんですけどね。あれ、もうジャックが出てますね。逃げるの早いな。さすがジャック、足が速い。負傷してても足が速いジャックですね。そしてこっちのゲートも開きました。ただゲイリーは追撃を食らって再度牢屋行き。これ救助できるか微妙なところではあるんですけどね。あ、もう来てるよ。右に走っていく。いや、もう開けちゃえ。でもう少ししたらですね、懐中電灯のクールタイムが完了するんで、こっち寄ってきて扉があればといったところ。この扉生きてますね。懐中電灯もあるぞ。あ、びっくりした、そっちから来るか。出ましょう。まあ、できるだけ時間は稼ぎました。あとはゲイリー頑張ってください。おお、1万5000入ってますね。これはすごい。
では次ですね、ピル行きましょう。まあ、これがね、やられずに脱出できればこれがラストになります。では行きましょうか。今日は肉屋多めでしたね。そしてフィル2人とジャックとゲイリー、ジェネレーター得意のキャラ3キャラですね。ただマップは地味ですね。どっちにしろ速攻勝負しないと負けてしまいます。急ぎましょう。目の前にあるジェネレーターを直していく。そしてアイじゃないよ、いきなり叫んでいく。この細長い建物でね、いきなり叫ばれると困るんですよね。そしてすぐ横の扉を破壊されるが、扉を破壊しに回ってる感じでしょうかね。そのままどっか行っちゃいましたね。で、近くにジェネレーターないんで他探しに行きましょう。早くも2台がついていく。残り3台ですね。もう3台目がつく。早い、早すぎるぞ。この中がついてる音してますね。ここはジェネレーター完了済み。外側を確認して、外側にジェネレーターがない。じゃあここぐるっと回ってジェネレーターあるか見ていきましょう。あ、ここありますね。なぜか半分近くやってどっか逃げてますね。急に静かになると本当怖いですよね。そしてジェネレーター残り1つ。ゲイリーがワンパン食らう。お迎えに行きましょう。あれ、牢屋にはぶち込まない感じでしょうか。別の人を追ってるわけじゃなかったと。自力で開けてるせいで救助が遅れます。そして脱出失敗でここから救助と。なんだ、みんな来たんかい。誰かしらジェネレーターやってるかと思いきや、全員で助けに来る。そしてゲイリー追撃を食らう。まあ、ここまでね、救助意識が高いんだったら救助は任せてもいいかもしれませんね。私はこのジェネレーター完了させちゃいましょう。通電までも、あれ、おじいちゃんもワンパン食らっていく。そして通電まで行きましょう。なんかかなり近くにいるんですけど、で、追われてたので聖水を投げつけ、とりあえず扉の中入りましょうか。これ、こっち来るよね。いや、来るよね。まずゲイリーから救助しないと死んでしまうので、運が良ければ逃げれるでしょう。頑張ってください。いや、ちょっと待て、なんで救助された瞬間に叫ぶ。そして一人脱出済み。これ下が開いてなかったら終わりですね。待っとけ。開いてましたね、助かりました。では出ましょう。開いてなかったら誰かしら死んでましたね。ではアイテムとゲイリー回収して終わりましょう。はい、では今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。